ロスリートのちょっとヘリコプター入っちゃったんですね。今度は GoPro ヒーロースリートを企画してみます。ヘリコプターの音、マイクテストにちょうどいいので無視して進めたいと思います。動きもあってみますね。動きも早いな。なんででしょう。あ、ちょうどいいところに狙いました鳥とか、まあ、犬とか動き回ってるものを撮ると一番得意な動きが変わってるんですけれど、動いてるものを撮ったところにハンディカムが弱いかな。 GoPro はさすがです。サーキットを走っている速度で路面のアスファルトの粒々がしっかり映るぐらいですから、やっぱり GoPro の方がそういう機能も上なんですね。早く動くものを胴体の場合に差が影響が結構出ます。